よっしゃ！あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。貴公子もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。男だぞ。怖くなんかないぞ。人を追ってこない貴公子だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。怖くなんかないぞ。できんな。やったぞ。ダメだよ。僕にも倒せた。負けるもんか。
これもらっていく。負けるもんか。今日はついてねえ。負けるもんか。頼んだよ。わかった。やったぞ。
同士じゃない。奴には知性がある。まずいよ、どうしよう。僕も死ぬ、殺される。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。負けるもんか。巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。ごめん、もらっていく。奴の存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。
天霊班が襲われている。助けないと。ダメだよ。このまま奴の注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。奴が探しているのきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。なぜ巨人がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。できる限り足止めするんだ。
トンジャングル。俺の知る情は自分のことしか考えてない男のはずだ。ただ誰のものとも知らないほどの燃やかすにがっかりされたくないだけだ。僕だってやってやる。やったー！